マネコと、ホセマヌエル・ヒメネス・オルティスは、スペイン・タリファ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、左 SB、左 SH。20代半ばまでカブリーグでプレーしていた、クローニン。2006から07シーズンに当時セグ軍ダ・ディビッシュオンに、所属していた UD アルメリアに加入すると、タイミングが良く、守備を破綻させない、上下道で攻撃を活性化した。 クラブは2位でシーズンを終え、2007から08、シーズンにはプリメーラディビシオンに初参戦した。クラブ最多の36試合に出場し、クラブは8位という好成績を残した。この活躍により、リーグ屈指の左サイドバックとして一躍注目を集めた。スカイスポーツのギジェムバラゲは、クラブの MVP として真似を選出した。2009年6月4日、 移籍金250万ユーロの4年契約で、ヘタフェ CF に移籍した。2009から10シーズンは、チームトップ隊の35試合に出場し、リーグ10位の3208分出場を果たした。出場権を争ったライバルのビジャレアル CF 戦では、ミドルシュートを放って、先制点を演出し、後半にはフリーキックでを直接決めて、 UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2007から08シーズンと2008から09シーズンの UDR メディアには、ホセ・オルティス・ベルナルとフアン・マヌエル・オルティスが在籍していた。マネと合わせて、オルティスという性を持つ選手が3人在籍していた。ありがとうございます。